季後初アーチとなる第6号ツーラン。復活の号砲を挙げた大山はこの試合3安打猛打賞でした。続く2回には佐藤輝明、100キロのスローカーブをすくい上げます。ルーキーとしてチーム史上単独3位となる第14号、また交流戦4発目でこちらもルーキーの最多に並びました。パリーグを代表するスラッガー柳田との共演が楽しいです。言うたそうやね、そうやね。本日の両軍出場登録メンバーを以上でお知らせいたします。阪神タイガース投手9名、捕手3名、内野手10名、外野手4名、計26名。福岡ソフトバンクホークス投手10名、捕手3名、内野手7名、外野手6名、計26名。本日の両軍出場登録メンバーのご紹介でございました。ユニバーサルスタジオジャパンのセントラルレジが日本を超元気にする一緒に大熱狂しよう。Thank you.